こんにちは、うどんです。iPhone を有線 LAN で接続したいって思ったことありませんか？僕は今まさにそう思っています。このね、ソシャゲとかプレイしてる時なんですけれども、リアルタイムで 0.1 コンマ秒を争うようなソシャゲをやる時ですね。今まさに僕はそれに直面しているんですけれども、ソシャゲっていうのはですね、基本的にサーバーにデータを送って、そこで処理してもらって、結果がこうスマホに戻ってきて、処理される。という風になっていますので、無線で通信することでソシャゲはプレイすることになるわけなんですけれども、なんか電波がこう、ごちゃごちゃってなって混線しちゃったり、邪魔な壁が急に出てきたり、でもそれはないけど、何かの要因で無線が繋がらなくなってしまうかもしれない。という時に備えて、今回はですね、iPhone を有線接続する方法を解説しようと思います。まず、用意するもの。これ絶対必要です。こちら。ライトニング USB カメラアダプター。これ Apple 純正のものがいいですね。Apple 純正じゃないと、もしかしたら iOS のアップデートで使えなくなってしまうかもしれません。ちょっと高いんですけどね、これね、3000円ぐらいします。高っ。これを使うとですね、何が起こるかっていうと、iPhone に USB でいろんな機器を接続できるようになります。この機器の名前はカメラアダプターっていう名前なんですけれども、どうやら iOS で作曲する人とかがこれをよく使ってるらしいです。ミディキーボードを USB 接続したりできるらしいですね。じゃあここに、この USB に何を挿すかっていうと、出てくるのがこちら。ででーん。Wii 専用 LAN アダプター RVL015。いや、これ、簡単に言うと USB 接続の有線 LAN アダプターです。別に Wii 専用のものじゃなくてもいいんですけども、なんか自宅にちょうど Wii 専用のがあったんで、これ使ってみます。ね、なんかちょっと感動ですね。iPhone に Nintendo を挿して、ソーシャルゲームを倒すっていう。ちょっと感動を感じざるを得ない。では、これを試しに挿してみましょうか。これを挿せば、iPhone が USB 接続で LAN ケーブルを、何言ってるかわかんない。iPhone が USB 接続で有線 LAN が使えるようになるはずなんですけれども、これ実際に挿すと何が起こるかっていうと、はい、これ、接続されたデバイスは消費電力が大きすぎます。簡単に言うと、こいつの消費電力が大きすぎて iPhone だけじゃちょっと無理って言ってるんですよ。じゃあどうするかっていうと、ここなんです。ここ USB 接続のところ、 USB 接続のところにこの USB ハブを挿してあげます。 USB ハブでアダプターが付いてるタイプのセルフパワーの USB ハブですね。こちらを挿してあげます。はい、この USB ハブの USB を iPhone 側に挿します。そして LAN アダプターの方をハブ側に挿します。ハブにアダプターをつけて電力を供給してあげましょう。じゃあこれを挿してみますね。挿します。接続したら設定画面を開きます。ここにイーサネットっていうのが出てたら、これ接続成功です。これで USB 接続でインターネットができます。はい、機内モードにします。はい、機内モードになりました。機内モードになったので電波は飛んでないはずですね。この状態でブラウザを立ち上げてみましょう。じゃあここで普段検索しないようなものを入力してみましょうか。はい、このように無線が無効になっているにもかかわらず、ちゃんとインターネットに接続できているのは分かりました。このようにして有線 LAN で iPhone をインターネットに接続することができます。じゃあやろうか。100秒無料引き放題ガチャを引きましょうか。いきます。はい、スタート。はい。はい。ああ、なんだっけ、こいつ。ああ、はい。はい。ソラウクロスみたいなやつ。はい。またこいつ、なんだっけ、名前がわかんない。あのキャラ、なんて言ったっけ、普段使わねえんだよな。普段使わないキャラ。ああ、この、固定ダメージ持ってるやつ。おお、雨降ってる。あ、虹来た。これ、なんか強いやつ。なんか呪いを無効にする。おお、虹来た。ミカエルじゃないし、なんかね、強いけどあんまり使ってないやつ。って名前が出てこないぞ。すげえ、見覚えのあるやつらばっかりなんだけど。
よし。あ、エンジェルさん久しぶりです。最近使ってあげてられない。ドラゴンだ、ドラゴン。はい。あと40秒。あと40秒。あと40秒。ああ、僕の初めての星4のやつ。あのね、最初は強かったんだけど、最近そうでもないんです。よし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 。あれ？このキャラ出てくんの？あのキャラなんか月とか、はい、キネとか持ってるから、9月でしか出てこないのかなとか思ってた。あ、はい、固定ダメージさん、固定ダメージさん。あと13秒しかない。あと13秒しかない。はい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 。残り時間わずか。残り時間わずか。あ、もう一回いける、もう一回いける、もう一回いける。まだいける、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 まだ、まだ、おーし、来た！あ、ダメだ。だいぶ引いたんじゃない？ね、パッと出てこないけど、名前が出てこないけど、すげえお世話になってる、こいつ。このね、あ、そう、つくよみさん、つくよみさん。つくよみさんがこれね、この、雷属性モンスターへの呪いを無効にするんで、すごくお世話になっています。いや、出てくれた。そして、あ、ラファエルだ、こいつ。ラファエル。なんかね、紙っぽいやつ、ね。ラファエルさんもね、だいぶね、僕結構これ数持ってて、運気が25になってるんで、割かし使いますね。このラファエル。まあでも持ってるキャラだけだったんで、あれ？何の動画だっけこれ。まあいいか。これ絶対当たるんだよ。絶対当たるんだから引くよ。おい、来いよ。おー、釣れた。マジか。釣れた。え初めてあレムリア出た。お、マジで、これラッキー持ってないんですよこれ。